平平日本の皆さん、元気でしょうか。 J リーグは元気そうで何よりです。楽しんでますよ。セリアさん、お疲れ様です。小杉さん、いつも思うんですが、まだ疲れてないんです。いつもお疲れ様です。疲れてないんです。これからです。すみません。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では今回のテーマは、はい、やはり今シーズンも強い昨年の王者の川崎フロンターレの前線で素晴らしい活躍を見せているレアンドロ・ダミアン選手です。はい。ものすごい活躍です。はい。クリオさんはどう見られますか？いやー、もともとポテンシャルある選手っていうふうにはブラジルの時から知ってましたね。あの守備の仕方、なかなかブラジル代表に入った人はあんだけ追っかけられないんだなって。自分の中のエゴがあってそれを邪魔する。でもあの人はちょっと違うんだなと。もう必死に食らいつく、本当に一生懸命こう自分をねアピールしようとしてる。他のブラジル代表経験のあるような選手はやはり王様になりがちですか？それは自分にボールをよこせっていう選手ばっかりですし、お前らボールを取って守備して俺にボールをよこせば何とかするんだっていうことをたくさん見てきましたね。でもあの人はちょっと違ってたんですね。あんだけ必死にフォワードが、どこにフォワードですよ、ブラジル代表、あんな必死に追っかけるフォワードは今までね J リーグなんか見たことなかったです。2012年、ロンドン五輪で6ゴールを決めて得点王になりました。そこからブラジルでキャリアを過ごしていました。ブラジル代表では17試合3得点という結果を残していますが、ブラジルリーグでプレーしていた当時の国内での評価はどうでしたか？インターナショナルにいた時はすごく良かったんですよ。本当にもうだから代表にも選ばれ、いろいろ活躍をしてたんですし、でヘディングもそうですよ。いろんなビューティフルゴールを決めてたんですよ。サントにものすごく金額で移籍したんですよ。すごく期待され、入ってきたんですが、なんか調子が落として、まあ、いろいろ怪我に悩み、いろいろなことで、全然活躍しなかったんですよ。これで一気にダミオンの名前がすごくこう悪い方向に走っていった。すごくこう悪い評判で結局国を出ていくことになりました。そういう覚悟も感じられるレアンドロ・ダミアン選手ですが、トゥーリオさんから見たダミアン選手の良さ、凄みっていうのはどういうところにありますか？いやー、ここから飛んでくるシュート、そんなところからシュート打つというのと、ヘディング、あの人のヘディングは本当に俺はレベル高いと思います。センタリングに合わせるシュート力、ヘディングもそうですが、難しいバウンドさせても足で枠まで持っていく、そういう横からの、ね、ボールにはすごく対応力がすごくこう優れた選手っていうのと、やっぱり背負える、なかなか日本の中で背負える選手っていうのはやっぱ少ないし、特に川崎の中ではすごくボールを大事にするチームなんで、まず真ん中で止めて外に開いて、そこから崩していく、ペナの脇にこうボールを置いて、その両ウイングにいい状況で、まあ、持たせる、ポストプレーができる選手が必要なんで、小林優とはちょっと違うんでね、小林優はそこまで背負えないんで、だからダミオンを背負って起点を真ん中に作って、両ウイングにいい状況に勝負させるっていうのが、まあ、ダミオンにはぴったり。入団した時から数字としては全然僕は悪いとは思わないんですが、今年の方が目立ってる。たくさんゴールに絡むとやっぱり目立つんでね。だから周りのね連携、その慣れっていうのもありますし、なかなかね、ブラジルでこうねずっと育てた人がこういった違った文化に入っていくと、慣れるのも難しいですし、周りとのコミュニケーションも一番こう本当に手間がかかるんでね、そういったことも含めてやっとこう慣れてきた。で周りが信頼をしだした、自分も自信を持ってやれる、いろんなことが、の組み合わせでプラスして結局こういう結果になっていく。今年はね、まあ、得点を可能性も少なくはないと思いますね。ヘディング最強と呼ばれたトゥーリオさんですが、現役時代にマッチアップしていたら空中戦ではどのような結果になっていますか？いやあの人もね俺と一緒で先に飛べる人なんですよ。だから先に飛んで上で待ってる人で、あの人もうまいのが、そのファに逃げる動きっていうのがすごく上手、そういうのはすごくマークしづらいですね。で逃げるって思ったら前に入っていく、
ちょっとね、その駆け引きのうまさっていうのがすごくこう目立つんですね。トゥーリオさんなら空中戦で抑えるにはどうしますか？それは密着しなきゃいけないですね。不利な状況になったとしても強いヘディングさせない、それはやっぱり一番の秘訣だというふうには思います。でもあれだけ人数をかける川崎だからこそ、その密着は難しいんですよ。出てくる選手、ペンダの中にいる選手がたくさんいるんで、密着マーク、マンマーク、というのがすごく川崎相手には厳しいですね。ダミアン選手の高さという武器は有名ですが、はい、若きエースの三笘選手との連携も素晴らしいです。はい、トゥリオさんはどのように評価されますか？いや、あれだけサイドを崩してくる選手がいれば、中で構えるのもね、簡単なことになっていくと思いますね。あれだけ外から突破できる、あれだけ崩していけるチームだからこそ、こうね、真ん中に構えるボールに対して集中するだけなんで、だからゴールの数が増えるのと、なかなか外が崩せないときにはダミアンが絡んで少し右左に動いて、そのウイングと連携をこう良くして崩していく、そういったこともね、ダミアンがね、すごくこう周りの選手の良さっていうのは随分こう分かってきたからこそ、こういうボールを出せば、こういう動きをすれば、こういう連携が噛み合えば、必ず行くっていう自信を持ってやってるんですね。で、何よりもね、今年に入ってさらに信頼されてるんですよね。周りの選手がね、すごくこう要求をしてるん で、それに対してダミオンがすごく応えてるんで、だからダミオンも生かされてるのと、まあ、生き生きしてるのと、だからこそ、まあ、今年も川崎が優勝だなっていうふうには思います。だからこそ今年も川崎が優勝だなっていうふうには思います。それでは完全開花のレアンドロス選手へエールをお願いします。ポルトガル語では言えませんがね、こういうことで、ね、まあ、ダミオンのね、こういった活躍っていうのは本当にブラジルのね、皆さんがね、望んでたことでもありますし、ね、あんな必死にね、あんなに一生懸命サッカーしてるのも本当にブラジルの誇りでも思いますし、この強い川崎をね、さらに強くして活躍してほしいなと思いますね。で、いろんなビューティフルゴールを決めてほしいなっていうふうには思いますね。